カナリアス級重巡洋艦。カナリアス級重巡洋艦とは、スペイン海軍の重巡洋艦の艦級で2隻が収益した。本級は、スペイン海軍が第二次世界大戦前に竣工させた最初で最後の重巡洋艦であ。スペイン海軍は、ワシントン海軍軍縮条約を批准していないため、 条約制限は課せられていなかったが、スペイン海軍が使用可能なドックの規模により結果的に条約範囲内に排水量が収められた稀な環境である。設計日誌はアームストロング・ホイットワースのフィリップ・ワッツ。スペイン海軍は1908年の米西戦争の敗北から非効率な海軍交渉をイギリスの資本により復活させ、1909年から 土球戦艦、エスパーニャ級を建造してから、軍艦の建造においては、設計、資材、層はイギリスより購入し、建造、組み立ては、スペイン国内で行うという方針で、海軍艦艇建造を行ってきた。1926年海軍計画において、従順洋艦3隻の建造が承認されたが、後に2隻のみ建造に改められた。従順洋艦の建造には、 基存艦と同様に、イギリスに設計を依頼して建造することとなった。この当時のイギリスを含む列強海軍は1922年に締結されたワシントン海軍軍縮条約の制限により、巡洋艦の方向形や基準排水量に厳密な政権が課せられていた。しかし、スペインは同条約を批准していておらず、うまく条約の抜け道をつけば、 ドイツ海軍のポケット戦艦、ドイッチラント級級に類似た存在により抑止力と慣れる艦を整備することも可能であった。しかし、設計を依頼するのは前述の通りに、同条約加盟国の一つであるイギリスであり、当然ながら、イギリスの不利益になりかねない艦の設計はしない、できないため、本級は、イギリス海軍の既存の従順用艦の設計を、流用した。 本級のタイプシップは、ケンと級重巡洋艦を採用し、迅速に建造できるようにされた。船体形状は、イギリス条約型重巡洋艦の流れを組む、水面から還元が高い典型的な、平ら板型船体である。船体形状は、船体長を長く取り、船体の幅を抑えて、水の抵抗を抑える形状で、これは、 少ない期間出力でも高速を出しやすい形状とした。また、還元が高いということは、外洋航行時のしのげなみ性にも良好な性質が出るので、巡洋艦には最適な関係であった。本級の設計においてその傾向は顕著で、県と級よりも顕著で全長は4メートルほど長く、幅は1.3メートル狭くなっていた。しかし、環境構造においては、 独創的な設計が行われ、環境構造自体は、県都九十巡洋館で採用された塔型環境で、あるが、本級のものは、相舵環境を前方に突出させた、タイプシップと異なる設計である。環境の両脇に見張り書と、単小灯台を兼ねた二段の船橋を持つのは同じだが、頂上部が大きく、前方に張り出す形状はこの時代に例を見ず、本級と、 イギリス重巡洋艦を見分ける外観上の一つ目のポイントである。また、この時代の英国軍艦としては珍しく、集合煙突を採用しているのが大きな特徴である。無論、集合煙突の採用自体は列強では珍しくはないが、重巡洋艦で外見でそれと分かるように煙突を、まとめのは大日本帝国海軍くらいで、 他国は結合した煙地を船体内に隠すか煙突の下部のみ露出させるのが一般的であった。しかし、本級では、甲板上で2本の煙突を途中で結合させた得意な形状をしてお、2つ目の外観上のポイントとなっている。元来、イギリス海軍は、自国艦は、保守的に海外に輸出する艦では新機軸をテストする傾向が強かったが、 本級もそれに習ったものである。わずかに、視野、乾板の反り返りのついた、乾種乾板から、1924年型マーク D20.3cm、50口径、砲を、連装式の砲塔に収め、1.2番手砲塔を、背負い式で2機配置された。2番煙突の基部から、上部構造物が開始し、頬型環境の背後に、簡素な短脚式の全部マストが立つ。 前述の結合煙突の周囲から後方にかけて関西艇置き場があり、煙突の後方に立つ後部マストについたクレー日記により運用された。原則甲板上には対空火器として1935年型 12cm45 口径広角砲を単装砲画で片元に4機ずつ等間隔に配置し、軽発機を搭載した。 後部甲板上に3.4番手砲塔が後ろ向きに、背負い式で2機を配置した。本級の魚雷兵装は特色があり、水運付近の船体内に53.3センチメートル、3連装魚雷発射管を固定式で片面2機ずつ、計4機搭載した。固定式というのは、船体の内部に単装魚雷発射管を内蔵しておき、発射の際は、 戦隊自体を回して相手目がけ放つという前、時代的な装備である。二番艦、バレアレスは、設計時に紹介量されて、建造時から煙突にファンネルキャップが付けられ、環境の頂上部後方に即居儀が配置されていたのが、外観上の識別点である。第二次世界大戦後の1五十二年から1五十三年にかけて、カナリアスは、 エルフェロル交渉で近代化改装が行われ、環境に射撃式装置が追加されて、全部のマストは三脚化した。特徴的な集合煙突は普通の日本煙突に交換された。後にレーダーを装備した時に、前後のマストはさらに大型化して、前後とも三脚マストに交換された。手法はイギリス製の 1924年型マーク D20.3cm50 口径砲を採用してタイプシップと同様に連装砲塔で4機を搭載した。その性能は重量 116kg の砲弾を行角49度で 29,750m まで届かせられた。砲塔の旋回は守備線方向を0度として左右120度で不要角度は行角70度。 深く5度で、ケント球と同じく異常は、対空射撃も考えられてはいるが、装填角度は8度で、発射速度が毎分3発程度では、対空射撃は無効に近かった。広角砲は、新設計の1935年型 12cm45 口径広角砲を採用した。その性能は 22kg の砲弾を行角45度で、 最大射程2万メートルを最大行角80度で最大射高9750メートルまで届かせることができた。これを単装砲画で発機を搭載した。砲画の不行能力は行角80度、不覚5度で旋回角度は左右150度の旋回角度を持っていた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は 毎分15から20発である。他に近接火きとしてスウェーデンは、ボフォースの 4cm60 口径機関砲を、連装砲がで4機、2cm65 口径、機銃を3丁備えていた。また、バレアレスは、後期の遅れから、収益時には射撃式装置と4番手砲等が未搭載で、広角砲も届かなかったために、チュルカ級駆逐艦の手法である、 ビッカース 12cm45 口径速射砲を流用脂肪立て付きの単装砲がで4機と対空火器として音 10cm45 口径広角砲を単装砲がで4機を搭載され近接火器としてビッカース 4cm39 口径ポンポン砲を単装砲がで4機を搭載し収益した1937年6月に カディスで射撃式装置と4番手砲塔を搭載した時に 10cm 広角砲4機を撤去してビッカース 12cm 速射砲を8機にした。さらに11月に 4cm ボンボン砲を撤去し、代わりにドイツから輸入したクルップ 8.8cm45 口径、広角砲を単装砲がで4機搭載した。機関配置は前に後ろに タービン室を置く、全完全機配置で、被害時には、ボイラー火器管が全滅する、可能性の高い生存性の低い配置である。ボイラー配置は、ボイラー4機を2室に分けて配置したために本来は日本煙突となるはずが、甲板上で結合させたために不格好な結合煙突となっている。これは、運用性能が悪かったのか、春行後の1952年の近代化改装で、 普通の直立型にホーム煙突に回収された。機関はパーソンズ式、ギアードタービンを4機を搭載するが、ここから変わっており2機を1軸ずつまとめてに、軸推進を取っていた。1万トン級でに軸推進というのは、条約型重巡洋艦でも珍しく、タイプシップである、ケント級重巡洋艦は4軸推進。ここでも、イギリスの実験艦的設計が光っている。 機関出力は、ヤーロー式重油戦勝艦発揮とパーソンズ式、ギアードタービン4機二軸推進により、カナリアスが1934年の大焼け身において、最大出力9万1299馬力で、速力33.69ノットを発揮し、常用9万馬力で、速力33ノットとされた。航続距離は15ノットで8000回りであった。 元設計のイギリス巡洋艦は、船体防御よりも、航続距離と航海中の乗員の快適性を重視するイギリス式設計のために防御能力は、諸外国に比べて劣っていたが、本級は、関節防御を重視した設計をとっていた。走行圧は、原則の推薦部は最大圧は、元設計の場合の 51mm 走行を弾薬庫の側面に貼っており、 下の部分は 38mm 走行が貼られた。原則は下方に向かって傾斜していたために、傾斜走行となりカタログチリも防御効果は上がっていた。水線下は一層式の水雷防御の外側にバルジを設けていた。水密区画は艦底部の二重艇と接続されていた。艦板防御は最上艦板に38、19プラス 19mm 走行を貼っていた。 主砲塔の防御は、前立て、側面、後ろ立て、天外、バーベットすべて2 5ト、mm、ルであった。唯一として、全部、後部火薬庫のみ側面に102から1 1 4ト、mm、ルもの、装甲を張り、天外には7 5ト、mm、ル装甲で覆っていた。司令塔は2 5ト、mm、ルであった。一番間、カナリアスは1928年8月15日に、 バレアレスと共に帰港したが、スペイン国内の正常不振のために、海軍予算の削減が相次ぎ、後期は延期に延期を重ね、1931年5月にようやく浸水式を行ったが、竣工まで5年の歳月を要し1936年9月に竣工した。2番艦、バレアレスは1932年4月28日に浸水式を行い、 1936年12月28日に、竣工した。しかし、両艦とも計画通りに竣工したとはお世辞にも言えず、カナリアスは、竣工時に 12cm 広角砲の製造が、間に合わず、仮設 20.2cm 単層広角砲を搭載し、バレアレスは、主砲塔の組み立てが遅延し、竣工時は4番砲塔が未搭載であった。両艦ともに、 公やけみが終わった頃は、スペイン内戦の真っ最中であり、偽装を行ってた、フェロール海軍交渉を、フランシスコ・フランコ将軍率いる右派の反乱軍が、接収したことにより、自動的に本級二隻は、反乱海軍に属して行動することになった。カナリアスは春行後の12月には、ソ連の軍事援助物資を積んだ商船、コムソマールを撃沈。翌年3月には、軽巡洋艦。 セルベラと共に、ジブラルタルを抜けて、政府軍のグラビナ、アルミンテフェルナンデスを攻撃、アルミランテフェルナンデスを撃沈、グラビナを損傷させ、期待させた。この海戦により、反乱海軍は、スペイン西南部の政界権を得た。一方、バレアレスは1937年9月に、政府軍の援助物資を積んだ、輸送船団を襲撃。しかし、政府軍軽重要官、 リベルタード、メンデスヌソス2隻特区間7隻と強力な布陣に阻まれたバレアレスは返り討ちに相火災発生、リベルタードに命中弾を出すも逆に撤退する羽目になってしまったシェルシェルミを機械戦。この後もカナリアスは数々の武勲を立てるのと対照的にバレアレスは武勲にも運命にも恵まれなかった。 1938年3月6日未明に正規したパロス岬沖海戦では旧敵のリベルタードと戦うバレアレスは単焦灯を向け果敢に射撃を行ったがまだ深夜ということもあり明かりをつけて目立ったバレアレスに政府軍の駆逐艦隊が殺到駆逐艦は立て続けに10本の魚雷を射出しうち3本がバレアレスに命中たちまちのうちに合陳してしまった 姉妹感を失ったカナリアスは無傷のまま数々の武君と共に内戦を勝ち抜いた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。